はい、どうも、お待たせしました。これカメラね、30分以上になるとね、動画切れちゃうんですよね。僕喋りすぎてね、いつの間にかすぐにね30分超えちゃうんですよね。ダメですよね。まあ時々ね切らないとダメなんですけどね、本当にね。はい、ということで、マビックエアね、2のこと今お話ししてきましたけど、僕のマビックエアね、これ実はSD カードがねエラー表示になるんですよ、アプリ上でね。でなんでかな、なんでかなと思ってね、いろいろやってたんですけど、なかなか原因が分からなくて、分からなくてっていうか、あれだな、まあ一番最初に、まあ、僕持ってた SD カード買った時ね、いろいろ試してみたんですけど、どれもエラーだったんですよね。で DJI に、僕は問い合わせをしました。メールも残ってるんですけどね、これも別にみんなに見せるほどのもんでもないからあれなんですけど、どんなメールを送ってたかというと、まずね、今言ったようにエラーが出ますと、ね、いうことを送って、送ったんですよ。まあそしたらね、結局 DJI の方もどういう状態か教えてくださいということで、アプリのそうバージョンとか こいつのファームウェアのバージョンとか、そういうのを全部こうスクリーンショットでね画面を撮って送ってくれと。で SD カードのね型番とかも全部送ったんですよ。サンディスクの何々何々って、もう試したも手持ちのカード5枚くらい送ったんじゃないかな。5枚くらいの内容を全部ね、型番書いて、メーカー名型番書いて送って、でその他にもなんかいろいろやり取りしたんですよ。何回かやり取りをしました。それでね、ちょっとすぐ出てこないな、さっきちょっと見てたんですけど、ね、ごめんなさいね。で結局向こうの方からはマビックエア、これ DJI のカスタマーサポートの方からの連絡ですよ。これいつかな、日にち、いつかな、これ8月2000ちょっとね、ちょっと日付が分からんな、これ去年だ、2010、まあでも1年ちょっと前ですよ、1年ちょっと前くらい、 1年もう1年は超えてると思います。で DJI ジャパンのカスタマーサポートの方からマビックエアでSD カードエラーが表示されるっていうところで言うと、弊社開発にて確認させていただきましたところ、アプリバージョン 4.2.24 にてアプリ日本語の誤表示が確認されております。こちらの原因はアプリ側となっており現在修正中ですと。アプリバージョン更新にて改善予定をしてますと。でエラーは表示されるけど撮影などにが正常に可能である場合上記に該当しますと、ご迷惑をおかけ してすいませんと、修正完了まで 今しばらくお待ちくださいということで、まあ、最終的にねいろんなスクショを送ったりとか SD の情報を送ったりとか、まあ、何回かやりとりうじゃうじゃやってて最終的な結論が今の結論だったんですよ。だから僕としてはずっとね、まあ、アプリの状況そのいろんなファームウェアのアップデートで改善されるもんだと思ってずっと使ってたんですけど、結局改善されなかったということ で今回ねファントムをまずね修理に出したっていうところもきっかけにあったんですけど、まあ、この際だということでファントムが、まあ、帰ってきてからすぐにマビクエをね修理に出しました、まあ、ついでだからね。で（咳）すいません、向こうからどういう風に帰ってきたかっていうと全くそのマビックエアの機体自体には問題がありません、ね。カードについてのそのデータの転送速度、カード の転送速度ありますよね、速さ、それが、遅い速度のカードを使ってるからそういうエラーが出てるんですと。でこちらで DJI ジャパンの方で、推奨される SD カードを試したら全くエラーが出ませんでしたということで、全然問題ありませんということで帰ってきたんですよ。まあそれはそれでいいじゃないですかね、出なかったんだから。で
僕の記憶で言うとね、最初のね初期バージョンのマビックエアのそのなんていうかカタログとかホームページとかに推奨の SD なんか出てたかなと思って、ちょっとまあ当然ねスペックだから、クラスの SD の転送速度クラスの何のカードを使ってくださいとか、まあそんなの書いてますよ。だけど推奨の SD なんていうのは書いてなかったように記憶してるんですけどね、どうなのか僕の記憶違いかもわかんないですけど、今見たらね書いてるんですよ、ね、で、まあそういうふうなやり取りがあって、でそこはいいんですけど、結果としてねこれなんだこれ、向こうのサービスの点検費用として、8,800円で送料が含まれて消費税もついて、最終的に13,000円お金払えとなったんですよ。でそこで僕はちょっとね、ちょっと待ってくれと、こっちは僕はね最初にそのマビクエアを購入した時に SD カードについての問題っていうのはもう十分認識してて、そこの時点でそのタイミングで、もう DJI ジャパンとは何度もやり取りをして、最終的にファームウェアのバージョンをアップデートとかそんなんで改善されるまでその状況が続くけど、それ改善したら治るからという話になってたわけですよ。待ってたわけですよ、だけどならないと。でそういうやり取りしてたんですよっていうことを言ったんですよね。そしたらメールで DJI ジャパンの方から、じゃあその過去のメール見せてくれって言われたんですよ。で僕もねいつだったかなと思いながら過去メールを全部探って、それをうるさいなそれを DJI ジャパンに送りました。過去メール見つかってね。そしたらね、どういう対応してきたかっていうと、過去メールは見ましたけど、もう1年以上前のことなんで弊社に記録は残ってませんって言うんですよ。記録残ってないって書いてたよな。なんか そんな感じで書いてたんですよ。なんかおかしいでしょ。おかしいんですよ本当に。記録が残ってないって何の会社だっていう、どういうシステム使ってんだ。大変恐縮ではございますが、1年以上前のご連絡であり、弊社としてはお客様にご説明不足であるなどの確認ができませんでしたと。どういう意味かよくわからない。担当者が辞めたっていうことですか。そのため点検費用および送料に関しては弊社アフターサービスポリシーにご納得いただいている観点から請求をさせていただくことに関しては妥当であると判断させていただきましたと、こう書いてるわけですよ。いやそれはまあ別にね、まあそのアフターサービスのポリシーに別に反対するわけでも何でもないですけど、僕は事前にもう過去にちゃんとDJI ジャパンさんとお話をした上で、まあ、あちらさん、その DJI ジャパンさんの方が、いや、ファームウェアに問題ありますから、それも そこで改善、いずれされますから、待ってくださいねって言われてて、これ待ってたわけでしょ。待ってて相談しても、これはもう仕方ないなと思うから、期待も送って、ちゃんと見てほしいからって思って、万が一ね、なんか、故障してたら困るじゃないですか。ファントムも、特段ねちょっと電波がなんか通じにくくなったなと思って、まあでも疲れてたんでね、とりあえずは。だからそこまで大きな問題はないだろうと思ってたけど、結局は基板とかそういうのがダメだったわけですから、これもなんかもしかしたら基板とかにも異常があったら困るなと思って送ったわけですよ。そしたらまあ事前にちゃんと相談もしてるのに、結局1万なんぼ払わされたんですよね。もう なんかねちょっと納得できないっていうかね、ちょっと再現ついてないですよね。本当にねおかしい。何僕言ってることなんかおかしいのかなと思っちゃいますけど、おかしいんですかね。なんか納得ない。前の動画何だったかなんかの時もマビックエア私も修理困難で出して SD カードの件で修理出して点検費用を取られましたとかいうね、コメントを入れていただいてる視聴者さん結構いてたんで、まあ同じようなねケースが多分ね犠牲者が出てるっていうか、なんか DJI ジャパンにはめられてるんかっていうね感じもしないではないですけど、なんかねまあ
いや、ね、でも僕の場合はとりあえずねいきなり送ったりはしてないですから、まあ、買った時にちゃんとメールで何度もやり取りして、向こうがそのファームウェアのバージョンアップで、アップデートで改善されますって言い切ってメール送ってきてるんですからね。そう、しかもそれも証拠をちゃんと送ってるわけですから、それはさすがにね、まあ、送料くらいは払いますけど点検費用までぼらなくてもいいだろうと思いませんもうね本当に嫌だわ。もう あとね、ちょっとまた悲劇が起こったんですよ。実はね、こうアップルウォッチね、時計ずっと使ってるんで、実はねちょっと落としてね、こんな状態、こんな、外れちゃったこんな状態になっちゃったんですよ。もうね本当に嫌だわ。これね、中に水もちょっと入っちゃってたんですよね。一回落として、これなんていうか、前に一回ね YouTube でも紹介してたんですけど、サファイアグラスとシリーズ3ねとセラミックのねやつなんです、高いやつなんですけど、落として全くね、このねセラミックには傷がいってない、でサファイアガラスも傷がいってない。だけどちょっと画面が浮いてたんですね、こうやって多分。でそれで手洗ったりなんかしてって中に水とかがちょっと入っちゃったんですよね。でなんか取り外してなんかやったらもう画面がポロンって取れちゃって多分なんか浮いてたんですよね。もうね、でこれ修理代見たら名前、アップルの修理のやつ見たら8万6000円とかなんかそんなんだったんですよ。で8万6000円出すんだったらね、新しいアップルウォッチ買うでしょだから新型がね次今年出たらちょっと買おうかなとも思ってるんですよね。でももうアップルウォッチもね一回使い出したらねこれもう手放せないですよね。今も前使ってたプロトレックちょっと引っ張り出してきてちょっと使おうと思って、とりあえずね、まあ、一時的には使ってたんですけど、iPhone 自体もうるさいなこれ本当に。iPhone 自体をやっぱりこうちょっとねどこに置いたかなっていう時にすぐにね iPhone 音鳴らして探せるとかね、まあ、時計としての機能は僕のやつシリーズ3だったんで、こうバックライトがね文字盤が常に表示されてるわけじゃないから、そういう意味では不便だったんですけど、でもねやっぱりなんていうかな不便で、そう電子マネーね、ID とかそんなんもピッてやったらもうできるし、で僕はまあ関西なんであんまり頻繁には使わないですけど、関西はピタパっていうねカードがあって、でそのピタパっていうのはアプリないんですよね、このアップルペイに対応してるね。だから結局スイカも電子スイカで入れてるんで、まあ、ピタパ忘れた時とか、まあ、めんどくさい時はモバイルスイカのやつに入れてチャージしてる分でもうピッてねやれば通れるからアップルウォッチで、だからそんなんで使ってたんですけどね、やっぱりね地味に不便地味に不便、本当にね早く新型が出て、でもアップルウォッチが今年出るのは多分9月くらいなのかな、まあ、それをちょっと待ちたいなっていう、まあ、今回コロナの影響でねまた発売とか遅れたりするかもわかんないですけどね。まあ本当になんかまあちょっと話がそれましたけど、最悪なことばっかり起こってますね。まあ世の中もね、本当に大変な状況ですけど、まあみんなでね、頑張っていきましょうね。はい、ということで、今日のお話は、Mavic Air 2ね、で僕の Mavic Air の修理の、こう愚痴ということで、終わらせていただきます。またねいろいろコメント欄、最近コメント欄もちょっと多くなるとね返信がすごい大変になって、であとちょっと僕もバタバタしてる関係で返信遅れちゃってますけどすいません、まあ、できるだけ返信はね、するようにしてますんで、まあ、コメント欄もしよかったらまた入れてください。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。